みんな旅してる？どうもしげです。北海道22日目3月30日引き続き小樽。それではスタート。 36.3 度。おはようございます。小樽にもう一泊するので昼飯まで宿で作業に集中します。腹減ったので昼飯食べに行きたいと思います。あちらのバスに乗って昼飯食いに行きたいと思います。バスで宿津までやってきました。本日のお目当てはこちら、青塚食堂。なんと店先ですでに魚焼いてる。でかっ。名物は特大に新焼きだということで定食を頼みました。生ウニもあるよってことだったけど今回はさすがに我慢。特大に新焼き定食来ました。マジででかい。いやこれでかさ伝わってるかな。やばいぞ。味噌汁にもホタテがたくさん入ってる。すげえ豪華。小鉢も三兄弟。なんとイカの塩辛もある。お店からホッケのすり身揚げサービスでいただきました。嬉しい。俺の目の前でめちゃくちゃでかい牡蠣が続々と焼かれていく。当然米が足りないからおかわりしたら、なんと漬物と塩辛まで来ちゃった。いやーすごいボリューム。食った食った、ごちそうさまでした。かなり食ったのでね、ちょっとブラブラ歩きますか。青塚食堂のすぐ近くに小樽水族館がありました。水族館のすぐ近くにはミニ遊園地がありました。今は閉まってるのかな。この先展望台があるらしいので高台登っていきましょう。上まで登ってきたらでかい石碑がありましたよ。読めない。どうやらここは宿津パノラマ展望台というそうです。確かにパノラマ。水族館もよく見えます。今思いっきりアシカがトドのショーやってますね。羽がついた小樽フォトフレーム。日本海の大海原がいい景色です。小樽からチャンネル登録よろしくね。下まで降りてきました。小樽市街地まで5キロちょっとなので歩いて帰ります。宿津漁港、いやーたくさん船止まってますね。ニシン御殿、小樽貴賓館なんていうのもあるんですね。新宿津トンネル抜けていきたいと思います。たくさん車止まってるから何してるかと思ったらみんな釣りしてますね。結構みんな釣ってました。小樽市街地もこっから綺麗に見えます。すごい数の釣り人。小樽天然温泉湯の花、めちゃくちゃでかいですね。大昔の壁面彫刻が見つかった手宮洞窟がありました。どうやら今見えてるような模様の彫刻が見つかったようですよ。手宮洞窟のすぐ目の前は小樽市総合博物館。鉄道車両をそのまま使ったリストランテトレノもありました。博物館には鉄道車両が50両も展示されているそうです。ここ小樽手宮が北海道鉄道発祥の地だそうです。鉄道マニアが発狂しそうな設備がいろいろありそうですね。旧日本郵船小樽支店は残念ながら補修工事中。日本郵船のすぐ目の前は石畳が立派な運河公園。ここが小樽運河の北の端。今日は小樽運河を南の方までずっと歩いてみましょう。運河は今もたくさんの船が止まってるんですね。だいぶ年季の入ったでかい建物、保税倉庫って書いてあります。運河の散歩ってほんと平和ですね。今日もやたら暑いと思ったら 15.9 度。ここが小樽運河南の端、浅草橋。運河はここで終わりですが、もう少しそのまま歩いていきます。
こんなところに北ヴェネツィア美術館。小樽にいながらヴェネツィア旅行が楽しめる施設のようです。メルヘン交差点まで歩いてきました。何がメルヘンかは不明。なんかすごそうな洋菓子屋もありますね。この通りは境町通りという有名な通りのようです。お土産屋やお菓子屋が多くて観光地っていう感じですね。寿司の町として知られる小樽、なんと寿司屋通りなるものまでありますよ。いやー、街歩きが楽しい街でした。夕飯の時間まで宿で編集に集中します。小樽といえばやっぱり寿司でしょってことで寿司食いに行きます。ということで本日はこちらの小樽マサー寿司さんです。一杯目は札幌クラシック。まずはヒラメから。セタナって町がありまして、セタナで水揚げされた、はい、ヒラメなんですよ。二貫目、トキシラズです。三貫目は小樽産のニシンです。四貫目、本ズワイガニの足です。後でお吸い物をつけますから、その辺も計算に入れておいてください。2杯目は日本酒の飲み比べセットにしました。まあ、小樽札幌はわずか 40、50キロですから、まあ1時間かかる。お次は巨大ボタンエビ、卵とともに。続いてイクラが来ました。最後7貫目は天然本マグロの大トロです。この時はね、このコロナ禍ですからね、この1年はもうどうしようもないです。生のタコの足、塩レモンでいただきます。ラスト、キンキの炙り、塩とすだちで。キンキはうまいでしょ。酒とも本当に合うと思います。滑り込みで寿司食えてよかった。宿に戻ってきました。なんとか動画のアップ終わった。飲みに行きます。小樽最後の夜は夜の小樽運河に向かってます。夜の小樽運河にやってきました。とても静かでいい感じです。最後は小樽ビールの店にやってきました。運河の倉庫を改装した内装いいですね。窓のすぐ外は小樽運河という絶好のロケーション。来ました、小樽ビールピルスナー M サイズです。つまみに頼んだのはザワークラウト。すっべえ。大人数で来たらとっても楽しそうなお店でした。それでは最後、小樽運河でエンディングを撮って帰りましょう。はい、ということで宿帰ってきたので今日は早く寝る準備しますよ。北海道編も残り10日ほど。今日は日付変わる前に寝ます。おやすみなさい。3月30日の旅費は 11,734 円。
小樽運河からチャンネル登録よろしくね。それではまた明日会いましょう。